エゴサーチね、女好きって出るんで、まあ、よく女好きなんですかとか聞かれることはあります。皆さんもそれぞれあると思います。よく聞かれることって、ね、なんだろう、メガネかけてたらどうして視力はいくつですかとか、なんでしょうかね、いろんなこと聞かれると思います。それズラですかって、ズラですかって聞かれます。まあ、いろんなこと聞かれると思います。いろいろよく聞かれることってそれぞれの人にあると思うんです。そうですね、例えば勝間宮治亜紀さんだったら、どうしてそんな顔でかいんですかとか、あ、そうですね、まあ、ジグザグジギーだったら、どうしてキングオブコント優勝できないんですかとか、まあ、いろんなことは聞かれると思いますよ。ね、僕もまあ、この女好きというのと、この耳が潰れているんですね。耳が、見えますか、耳が潰れています。これ高校時代に柔道やってたんで潰れてるんです。どうして潰れてるんですかって聞かれます。ね、柔道やってました、3年間やってました。これがあるとすごく強いと思ってくれるんですが、大したことはないんです。でも知らない人にとってみるとこれ強いと思われる。これね、潰れる人はすぐ潰れるんです。半年ぐらいで僕潰れましたから。でも潰れない人は何十年やったって潰れませんね。耳の体質耳質何か分かりませんけど、なんで潰れる人は潰れるので、僕は半年ですからね。でもすごく知らない人にとっては強いと思ってくれるんです。これが魔除けになる。千葉の旭市、田舎です。深夜にコンビニの前でヤンキーがたむろしてます。僕は歩いていきます。こっちにいるんです。いいカモが来たぜみたいな話をしてるんです。歩いて僕はちょうど通り過ぎたところで、あいつやめとけって聞く。これを見てるってなんて便利なんだろうと思うんですけど、ヤンキーがこっちにいる時しか使えないんです。こっちにいるぞ、こっちに来たぞっていう時は仕方がないですから、もう後ろの時すると、こう別の意味であいつやめとけっておかしいぞってなる。こっちにしても便利なんですね。皆さんそれぞれよく聞かれることというのがあると思います。で、初めて会う人にはね、そういう質問に対していちいち答えなくちゃいけないんですけれども、そこ分かってんだけど、なんか何個も何個もそれが重なると嫌になっちゃうなっていう時があるんですけど、はじめまして。おう、はじめまして。俺の名前は宮俊之って言います。君は？私、吉田宮って言います。へー、吉田宮ちゃんか。ドリカムじゃん。はい、よく言われます。でも、庭の輪が吉田宮さん の和むじゃなくて、輪っかの輪なんですね。あ、美しい輪っかの輪なんだ。へぇ、三輪明宏じゃん。はい、そうです。黙れこそ。あ、もののけ姫の真似ですけど、ちょっと分かりにくかったんで。はい、そうです。宮ちゃんってさ、もしかして沖縄出身じゃない？あ、よく言われるんですけど、私、千葉出身なんですよね。千葉？嘘でしょ？いや、目鼻立ちくっきりしてるからさ、てっきり沖縄かと思ったよ。よく言われます。みやちゃんさ、仕事何してんの？あ、添乗員やってます。添乗員？あ、じゃあ世界中飛び回ってさ、英語とかベラベラなんじゃない？あ、でも国内専門なんで、英語はあんまり得意じゃないんです。さあ、大変でしょう。何でも大変ですから。チンチン、お時間です。男性陣は一つ逃げ連れてください。じゃあ、またありがとうございます。どうも。はじめまして。俺の名前は船越聡っちゅうんだけど、君は？あ、私、吉田美和って言います。吉田美和？ドリカムやん。はい、よく言われるんですけど、ミワの輪が和むじゃなくて、輪っかの輪なんです。美しい輪っかの輪なんや。ミワ黄色や。そうです。黙れこそ。ミワちゃんさ、もしかして出身沖縄ちゃん？よく言われるんですけど、私、千葉出身なんです。千葉？嘘やん。ご両親も？ほんま？いやー、目鼻立ちくっきりしてるからさ、てっきり沖縄かと思ったわ。よく言われます。みやちゃんさ、仕事何してん？添乗員やってます。添乗員？
じゃあ世界中飛び回ってさ、英語とかベラベラなんちゃう？あ、でも国内専門なんで英語はあんまり。そうなんだ。でもさ、大変やろ。何でも大変ですから。チンチン、お時間です。男性には一つ逃げ連れてください。ほな、またありがとうございました。聞いてるよ、私。なんだろう、お見合いパーティーというやつは。何回もね、ちょっと答えなくちゃいけないの。ねえ、自己紹介するし、吉田美和って言うでしょ。美和、え、ドリカムじゃんって言われて、え、違うんですよ。わっの、わじゃ、わなんですよって。美和キロじゃんって言われて、だからこそって言われて、寿司どこなのって言われて、沖縄ですって、沖縄じゃないのって言われて、沖縄じゃないんです、千葉なんです。え、嘘、三原地区気にしてるから、てっきり沖縄だと思ってはって言われて、仕事何してんのって言われて、店長ですって言ったら、あ、じゃあすごい、飛び回ってきてるよ、飛び回ってないんですって。大丈夫なんでって言って、じゃあまたチンチンラーメン、これ。何回も同じこと言われてないの、私もやだ。性格上こと嫌なの。しょうがないでしょ、だって。もうみんな初めて会う人たちなんだから。ね、初めて会う人には自分のこと知ってもらわないといけないでしょ。自己紹介するのは最低限の当たり前のこと、ルールじゃないの。いや、分かってる、分かってるけどさ、私も性格上嫌なのよ、こんな同じこと何度も言わなくちゃいけないのが。さっきの男2人、ビビったわよ。もう質問の流れも全て一緒だったわけ。違いは関東弁か関西弁か、その違いだけ。その関西弁が下手くそ。関東人が喋ってる関西弁みたいな、もうやだった、もう。黙れこそって2回連続言われた時は、言葉を失ったわ。まだ今年しかできなかった。やだ、もうやだ、もう耐えられない。しょうがないでしょ、みんなそんなこと言ったってね。自己紹介しなきゃいけないんだから。まずはこんなこと言ってないでさ、もう職場で結婚してないのは私たち2人だけよ。みんな結婚しちゃってさ、地元の友達だってみんな猫みたいに孕んじゃってさ、ね、ちゃんと彼氏見つけましょうよ、ね。いや、分かってる、私だって彼氏は欲しいのよ。そろそろ結婚したい。でも嫌だ、同じこと何度も言うのは性格上嫌なのよ。だから私決めたの。何？私いっぱいよく聞かれるなという質問は書いて紙にここに貼り付けていくわ。何それ、大丈夫、大丈夫、これだったらいける気がするの。数日後、どうも、はじめまして、俺の名前は池田勝って言います。君は？え、何？あ、書いた名前、吉田美和。あ、吉田美和ちゃんって言うんだ。へー、どれかよく言われます。でも、違う。え、よく見てて、チーム。あ、わ、輪っかの輪なんだ。あ、美しい輪っかの輪だ。へえ。見分けるじゃん。よく言われます。黙れこそ。よく言われます。あ、ミヤちゃんさ、出身ってもしかして沖縄じゃない？出身？千葉県。あ、千葉県なんだ。いや、目鼻立ちくっきりしてるからさ、てっきり沖縄だと思ったよ。よく言われます。みやちゃんさ、仕事何してんの？職業、添乗員。あ、添乗員なんだ。あ、じゃあさ、もう世界とか飛び回ってさ、英語とかベラベラなんじゃない？国内専門なので英語はあんまり得意じゃありません。そんなの口で言えばいいじゃない。チンチン、お時間です。男性陣は一つ逃げ出ててください。じゃあまた。私もういいや。なんか投げち方が独特なんだよ。どうしたの今度は。いや、もうやったの。私この間言った通りよくやったのよ。紙に貼り付けてよく聞かれる質問やったの。やったの。よかった、よかったの。途中までよかった、よかったんだけども、もう途中からよく言われますの一言しか言ってない自分しかいたの。いや、だってそれがあなたのさじ加減じゃん。そう、私のさじ加減なんだけれども、向こうが俺だけが見つけた、俺ってセンスあるでしょみたいな感じで言ってくるから、いや、そんなことはないのよ。あんたの質問というのはよく聞かれる質問なの。あんたの頭は凡人と一緒なの。一般ピープルと同じなの。センスはということを示すためによく言われまして一回かましときたの。
決めた。何？よく言われますって言うのも嫌だから、よく言われますをポーズで表すの。ポーズで、そう、私よく人にあっかんべーするの好きだから、あっかんべーで表すわ。本当性格悪いわ。大丈夫大丈夫、これだったらいける気がするの。数日後、どうも、はじめまして、俺の名前は宮沢さとしって言います。君は？あ、吉田美和ちゃんって言うんだ。へえ、ドリカムじゃん。初めてのその
その人とのコミュニケーション の, その空気感を知るというか、自分を知ってもらうためにはやっぱり我慢してでも自分を知ってもらった方がいいと思うの。だから美和、あんたも我慢して自己紹介ぐらいはした方がいいと思うわよ。あ、よく言われる。